じゃあ、やっていきましょうか。おい。おい。校長に呼び出しクラスさんだったな。無視してましたね。どうしようかな。まあ、生徒会室らへんから行こうかな。寄り道。寄り道。あ、行っちゃった。さあ、教務室だったわ。しょうがねえか。まっすぐ行きましょう。うん。疲れた顔の校長。そう、なんか学校中の生徒が、ちょっと今日前回から時間空いちゃったんだけど、学校中の生徒になんか幽霊が取り付いちゃってるみたいな。覚えてる？なんかね、やばい映像になってる。俺以外の全員に幽霊が取り付いてるってことは、校長の背中にもなんかいるんじゃないか。あー、すごい。教えてあげて。すごい立ち絵なんじゃないか、これ、校長。立ち絵に？あさすが、大人にはやべえのがついてるな。ゴキブリの足じゃん、これ。虫だな、やっぱり。虫だよな、これ。ね、虫由来みたいな。校長、結構、ご立派なものをつけてますね。やばいな。やっぱ、権力者なだけあるな。大きさも比例するな。見合ったものがついてるわけね。嫌なんだけど。その辺はなんか、しびとからの鼻向けみたいな。校長くんはちょっと、格があるから、この幽霊にしてあげましょう。あ、そう。校長、昨日も疲れを訴えていた。うん。もうみんな昨日疲れてて、今日見えるようになっちゃったんだ。だから、力がより強まってるってことか。あー、そういうこと。おーおー、そういうことだね。ここ。俺、始業式と同化してるから。うん。勘弁してください。考えが分かる。ん？私の後ろじっと見てどうした？いや、別に。知らぬが仏よ。いや、怯えさせてやろうよ。ピンカーはどうかしたのか。まさか死体が見つかったとかいいんじゃないだろうな。それなんだかね。行方不明になってるとか、投稿していないとか、そんな感じ？おっと、やっぱり、佐久間が寮へ帰ってないさ、彼女もなんかしてるんじゃないか。いや、同僚さんなら知ってるんじゃないですか、いつも一緒に行動してましたし。同僚さんを売る。クソ先生。いや、ここはね、男らしくごまかしますか。ごまかしましょう。ほら、男らしくごまかしてどうすんだよ。ここからはなんか選択肢結構大事になってくるかもしれないですよ。でも、潮式の性格は絶対にね、ごまかすだと思う。え、お前さ、軽すぎないか、お前から見る潮式像。いや、こいつ、一応お前の名前を、お前の名前一時与えてるんだから。名を残って、ちょっと軽さを残してあげたい。ごまかしてもなぁ。いや、まあ、もう。それはあれなんすよとか言ってもダメでしょ。知らないっていうの嘘になるから、ちょっと黙ってよ。沈黙を あえて嘘はつかない、うん、何も言わないから別に正解でも不正解でもない。あ、でも別に言わなければさ、同僚との約束がある。だが嘘も嫌だ。言わなければほら全部死人のせいになるからさ。あ、そうだね、うん、そう別に死亡式のせいだとは誰もわからないわけで。校長、こっから俺ちょっと口を毎日文字に結んでもう動かないですから、こう、うーんって言って、何も喋んないですからね、ここから。あ、そっか、だから黙ってれば別に死亡式がやったとは誰も思わないわけだな。うん、そうですよね。あ、先生も察したわ。うーん、なんか察してくれたね。ことは生徒の、喋りづらいわ。隠しているなら許さんぞ、死亡式くん。そんな私に屈すると思ってるんですか、校長。ダメですよ、校長。うん。しかしどこ行っちゃったんだろうな。死体が消えるなんてありえねえんだよ。だって現実にいるんだから。どこかに集められて埋められてるか、もしくは本当は死んでないか、どっちか。本当は死んでなかったら一番ハッピーエンドだよね。もうキノコみたいなの食べさせられてるさ、あ、幻覚見えちゃってるみたいな。あ、はい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 、ここで泉くんの生首見せたら、この人、婿様はどういう反応をするか、なんか耐久度テストみたいな、なんかベンチマークテストみたいなやらされてるかもしれない、俺。いらんのよな、そういうのは。婿様は耐えましたみたいな。婿様のベンチマーク4万ですみたいな。すごい、耐久性を示していったからさ。本当は死体なんか、
なくてみんなどっかに捕まってるだけなんだけど、幻覚でちょっと精神攻撃をしてどうなるかっていうのを試して、精神攻撃に耐えたから、あー誠の婿様みたいな感じ。まさかのハッピーエンドになりかねん。なくはないよね別にね。ね、確かに、うん、5時間連絡せんといかんな。いやいや、ちょっと先生それちょっと困りますよ。いや、 ここで色めき立つのは校長、これ校長のあれですよ、鎌掛けですよ。ほら、あ、ちょっとそれはって言っちゃダメでしょ、よしき、頼むよ。坂本くんがおらん。坂本先どうしたん、死んだ。あ、とうとう邪魔者が一人消えましたよ。あ、邪魔者って思っちゃった。普通に死んだとか言っちゃったけど。無断欠勤、それはちょっと死人にやられた感じするね、これ。おっと、来たか。昨日何があったんだ、坂本先生に。まさか予告状じゃないだろうな、校長。お、だ。5枚のレポート用紙。何かの報告書。潮式一生に関する報告とか。どれどれ。女子生徒と抜け出してました。あ、ぽいぽい。あれじゃない？なんかこう精神が錯乱してやべえこと書いてんじゃない？そん。最初の1ページを読みうなってしまう。マジだ。そんなに俺のこと嫌いだったのかよ、もう。警察に持ってくつもりだったのかな。あ、さすがにそこまでするんだったらあなたって感じで死人に消された。あー、ちょっと先生だから多めに見てましたけどみたいな。結婚式邪魔するやつは許しましぇーみたいな感じで。じゃあいつ嫁に守られたじゃん。まあそんな認識ないんだけどね、私は。だいたい俺教師じゃねえんだけど、教師免許持ってねえんだけど。教師にさせられてんだよ。でもこの2人って結局死人つながりでしかないからね。まあ、っていうのは伝わりませんがね。まあそうね、うん、いや、そこはどうでも、いや、どうでもよくねえな。どうでもいいんだそこ。どれどれ、5枚目だけ様子が違う。汚い文字は他ページの丁寧な文字から一変している。もしかして途中まで書いてたけど何かが起きてやばいこと書いちゃったみたいな。声が止まらない。うわっ、はい、泉くんパターンじゃん。呼んでる呼んでる、誰が、私呼んでる。私はもうすぐ死ぬ死ぬ死ぬ、助かるに行くしかない。暗き闇の奥にある本殿、ああなんと尊い。おきつね結ぶ虫神カビ神、ああれカビ、ああそうか、あの漢字何かと思ったらカビだ、カビって読むんだ。前回なんかカビ、うん、カビって漢字読めなくてさ俺。ああそうカビだ。おきつね結ぶ虫神カビ神、おきつね結ぶ虫神カビ神。また汚い系のが出てくんのかな、やだな。カビさんが来るかもしれないよ。もうキノコでカンペンなんだけど。カビルンルンみたいな可愛いものかもしれない。カビルンルンみたいな。今校長の後ろにいるやつを見てそんなのが出るわけが。カビルンルンって。うわ、絶対後ろのを汚くしたやつが出てくるんでしょ。虫神とカビルンルンにしとこう。だそうそう、この漢字が見なかったんだ俺。恥ずかしい。お勉強になった。なぜ坂本はそれを。もう泉くんだねこれね。ああ、うん。これは坂本先生死んでるな、もう。死人に嫌われちまった。坂本先生も協力者みたいな、そういう形じゃないでしょ。坂本先生は多分死人の協力者ではなくて死人に単純に嫌われちゃったってことかな。まだ婿様にね。俺もさ、殺せ殺せっていう声響いたよね、前回、みちほの時。ああ、はい、はい。時計塔でさ、殺せ殺せ殺せって。はいはい、あれ、誰よっていうのはさ、実は坂本先生だったんじゃないの。違うでしょ。いや、きっとよ。何適当なこと言ってんだよ。でもちょっと勢い余って、その場にいたみちほにちょっと、やってしまったけど。だったら、死人も坂本先生連れてこいよって話なんだけど。いや、ほんとそうよな。お前の言ってることに丁寧に返したんだよ、俺が今。しょくんも分かってくれて何よりだよ。もう時間がねえんだよ、俺には。
まだ死にたくねえ。だから今度こそ音楽室花子をぶっ殺す。うん、やっぱり花子さんを何とかしないとダメだよってことだったんだな、泉くん。泉くんはまあ失敗したわけですよ、ね、で、メリケンさっき片手に突っ込んでったけど、フォースでちょん切られて終わったって感じ。その一文にされるとさ、すごい残念な人に思えちゃうね、うん、この子。狙われたね、こりゃ。次は校長かもしれませんね。どうしてだと？いつもどうしてばかりだな、君は。おお、びっくりした。うん、そいつをさっさと調べて何とかするのが君の仕事だろ。なんか急に急に変わりましたよ。急に怒られましても困るんですが、ね、流れが変わったぞ。君は毒臭いからどんどん被害増えとるんだぞ。あーにょよとんだ君は。お前それなんなの今の。今使用式の気持ちになって言わねえだろ、そんな口調で。使用式は絶対校長の口調じゃねえか今それ。あ、これ後ろのあいつの呪いだわ。仕事しすぎてさ、睡眠時間減ったり疲れるとさ、ちょっとさ、攻撃になっちゃうじゃん。ああ、一番良くないやつですね。それと一緒でしょ。校長、それ大人人として良くないよ。って言ってやってくださいよ。言えるもんなら。僕はお金さえもらえれば何でもします。お金もらえないよ、これも。この人は君の責任なんだよ。わかったのか、正直君。黙ってこら。いつまで毎日文字に結んでるんですか。君は黙ってるのかね。でも何しても一緒だよこれ。謝罪してもさ、謝罪すればいい、黙ってるのかね。で、辛く黙ってよか。正直は寡黙な男だからさ。いや、俺あれまですいません。うわぁ、嫌な。ほらほらほら。ほらほらじゃねえんだよ、お前も。どっち味方なんだ、お前は。謝ったところでこの態度ですよ。あ、でもちょっと落ち着いたよ。あ、そう。まあね、生徒が立て続けに死にすぎだからな。わかりますよ、校長。私が欲しいのは事件解決の報告だけだ。もう行っていいよ、しよし。いや、これ、校長の後ろにいる幽霊に行った方がいいんじゃないの、これ。虫ついてますよって言って。これ、写真で撮ったら見えないのかな。いやー。ほらほら、校長、これ見て、この、しゅるしゅるしゅる。何も映っとらんじゃないかって言って。また切れちゃう、校長。そんなこと知りまかったら早く解決してこいって言って。じゃあ、遮影機持ってこないとダメだ。ミクちゃん。夕方扉は閉ざされている。時計塔の鍵をさ、あの同僚さんがさ探しててさ、あの夜偶然開いたのがさ、あのさ、おかしすぎんのよ。みちほと同僚さんがさ時計塔に閉じ込められた時もさ、たまたま時計塔の鍵が開いてさ、開いたんだっけ、あの時たまたまだっけ。いや違うか、あれはでもたまたまじゃないの。俺古畑任三郎好きなんだけどさ、古畑任三郎の名台詞にたまたまが続いていいのは2回までっていう台詞があるんだけどさ、この先もう1回なんかたまたま時計塔の鍵が開いたらさ、もうちょっと人が開けたんだなって思わざるを得なくなっちゃうよ。それかあのほらキノコパワーでさ、開いたと鍵が閉まってたと認識してただけじゃん。幻覚を見てたんだよ僕たちは。どういうこと。鍵なんて最初からかかってなかった。実際にあのドアノブに手かけてガチャガチャやった記憶あるんだけど。それはもう幻覚なの。キノコの。お前何でも幻覚にするね。キノコに不可能はないわ。とりあえずじゃあキノコについて調べよう。いやー、僕らのヒーリングアイドル阿部くんは来ないかな。誰かと話したいな。校長。あ、校長疲れて帰っちゃった。阿部くんはもう手を引きますって言ってたじゃん6章で。だからもうストーリーに関わってこなくていいからさ、癒しに来てくれればいいよ、もう阿部くんは。いやでもあれはゲーム的に多分ドロップアウトってことだと思うから多分来ないんじゃないかな。このまま出続けたら人生ドロップアウトしちゃうもん。あー疲れた。うわー、潮式一人ぼっちになっちゃったよ。俺普通に幽霊とかじゃなくて普通に疲れてんだよ。あ、さあどなた。まあ同僚さんかな。僕の左目がなんと。そうか。
同僚さんについてなかったらどうしようかと思ったけど、普通についてるよな。校長とオソロですね。同僚さん、やっぱ生徒会長だからかな。なぜ来た？学園に来たからか。ああ、はい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 、立派な不良ですね。ここで初めて同僚さんと二人で行動するってことか。なるほど。勝手についていきますから。許しはいりません。私の事件でもあるんです。おお、加わったぞ。会話しよう。うん、確認しておきたいんだが、体の調子はどうだ？寝不足のせいか体が少し重いかも。でも大丈夫。阿部くんにお札もらっときゃよかったな。もうね、おもちゃのやつな。パック強化しかできないのか。イコン8個もあってね、それしかできないのか。まあいっか。多分ね、まだ次の章があるんだよ。まあじゃあ同僚さんも来たことだし、しらみつぶしに行くか。みちほの思い出巡りをするか。なんかじゃあみちほのこと思い出させちゃうね、これ逆に。いや、思い出させに来たのかと思っちゃった。あ、違う、なんか、あ、生徒会室なんかねえかなっていう。あ、それは使用式ド S やで。おー、無神経だった、すまん。図書室行こう。教務室も行こうか。気分転換に行こうか。うん、そうだね。まあ寮母さんはいないしいいんじゃない。うんうんうん。岡本先生の死体を見る可能性が高いの。いや、高いですよ多分。あの、敵の本丸で見るんじゃない。だよね。うん。ここ好きだったんだ。なるほど。どうしてもみちほの話になっちゃうんだな。あ、でしょうな。だいたい結構一緒にいたっぽいしな。よし、神道から行って歯を探索に行くぞ。正直先生、ちょっと目的がすり替わってませんか。開かないだろうな、多分な。掲示板ちゃんと見るぞ。よいしょ。ここはどれどれ。ない、歯。また詰まってない。カリ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 って。うん、ダメだ。ここも調べます。変わらんね。部活動一部休止しています。まあ、変更はないよね。ちびとが願った通りの状況になっちゃったな。さて、行きますか。渡りようか。なんか赤い少女そろそろ来そうな感じするんだけど。時計トイレはこっちも行ってみようかな。ああ、ダメだ。助けてほしいな。お稲荷様にお祈りしてこう。あいつは助けてくれるのか。歯をください。なんかある。お、ここは足元に何かに反射した。これは歯だ。前置きが長いな。それを回収すると。もう雰囲気で察するよね。分かっとるやろ。もうてか歯にさ、うん、歯にもなんかさ、あのキノコ生えてたね。今それ前も言ったかな、この赤いやつ。そうそう、あれキノコなんじゃない、うん、と思うんだけど。虫にも同じの入ってたもんね。はいはい、怖っ。じゃあ行きますか。これ背中見せたら同僚さんに刺されたりしないのかな。もう見せてるんだけど、怖っ。みちほの仇。すげえ恨んでるじゃん俺のこと。本当は死人なんて信じてないのよみたいな。同僚さん、あっ、そんな動きをする。止まってるとする仕草をちょっと見たくて。
あ、そんな仕草あったの。いや、ドーレさんと移動行動するのこれが初めてだから、どんな仕草なのかなって思って。あれ、美智子とかもあった。あ、なんかあったよ、確か。いないんだろう。でも多分ね、死体また出てくんじゃない。ウィズ坂本先生で。ああ、ありうる。うん、なるほど。これで時計塔は何者かが開けているということが証明されたな。確かにな。うん、一番最初は下着でしたからね、ここ開けたら。これでミッションの死体がなかったらおかしいぜ。あるはずだぜ。ないじゃねえか。何に撃って言ったんだ。うっ、びっくりした。もう、普通の潮式なんかもうマリオネットみたいになってるんだけどね。もうなんか操られてるか満載だよな。ね、この虫ゴマダラカミキリに似てない。なんかカミキリムシみたいな感じすんね。もうゴマダラカミキリじゃん、この虫。おー、意味あんのかな。あつ森に出てきたやつ。なんかひっくり返ってもさ、すごいヒゲですごい、すぐ元に戻るやつ、状態を起こす。俺動物の森でしか見たことない。そうなんだ。俺昔結構好きだったけどね、あれ害虫らしいけどね。害虫なの。うん、大体何でも死人のせいにしとけばいい節あるよね。じゃあ誰のせいにしてないんだよ。俺のせいか。俺のせい。ちょっと死を敷きまでストレスで。おお、びっくりした。ドリオさん、前に立たないでくれる。ちょっとそれ怖い、ね。ミチは最高の友人でした。本当は他人思いなんですよ。副会長になったのもそう。私を助けるためだったんです。あの子そんな柄じゃないのに。付き合い長かったのか。なるほど。すぐ仲良くなりました。兄弟や姉妹に憧れがあって、よく姉妹ごっことかしていましたね。何でも話しました。趣味、将来、人に言えない悩み、好きな人のことなんかも。お、誰が好きなんだよ、おじさんに話してごらん。ちょっと待って、こんな状況下で先生に告白とか、ちょっと常軌を逸してるとしか思えないんだが。あ、みちおがね。みちおの思いをここで俺に伝えてくれたのか。さよう、さようか。そんなバカな。いや、正直ダメだわ。なんて言えばいいんだよ、これ。薄々にする。どうする。薄々にしよう。薄々にしよう。なんかそんな気持ち、ちょっとね。出会ってまだ数週間だぞ。ああ。髪の色かな。だって そうしないと話が進まなかったんです、その時は。そんなこと言えねえ。そんなこと言えねえ。別に教師じゃないんだけどね、本当に。あ、そうか、教師じゃないから OK なんだ。教師の免許持ってねえからな。臨時に教師にさせられてるだけだからな。そうね、別に。別に日常的にありうるよね、これね。まあまあまあね。あったね、美術の先生ね。破滅しましたけどね、その先生ね。憧れが芽生えることはあるんです。恋が実る実らないとは関係なく。自分も人の子だって。なんかやっぱり大人の男性がかっこいいみたいな感じなのかな。さすが潮式、ダンディズムが違いますわ。しかし、
そうね、死人の事件を解決してからかな。やはり肯定はできないよ、同僚。清志君らしくて安心しました。生徒相手に恋愛感情を抱く先生なんて最低ですからね。別にそれもありだって話じゃなかった。お前そこまで言ってそう返してくるか。受け入れてほしいわけじゃないんです。ただ美智子の憧れはしておいてほしかっただけ。なんか好きとかそういう感じもないというか、なんかあ先生いいな、憧れちゃうなみたいな感じなのかな。校長の前で舞一文字に結んでた男の人、ね、まあ散らせたのと潮式ですけどね。人形がね、いないんだよね。上見てみる？書物を解読しないといけない。え、オフィス戻んの？もっといい方法があればいい。自分と同僚だけでは。ってことは、まあ、シンプルにもう一人必要だよね。冗談以外を調べていく。カビの生えた鏡は能面、虫食いのひれ織物などガラクタばかり。高等品としての価値はあったかも。お、は？あ、もうこれ、もう隠さなくなってきたな、テキストも。でで、でで。ありがとうございました。いいね、は。ふん。あ、戻れるってことは、特に時計塔で、イベント的なのはないのか。なんもないね。前回ここ2階3階来たあたりからなんか幻覚寺みたいなのがすごかったよね。やっぱりなんもないわ。そういえば同僚、そう、最大見たんだよね。私も驚いてます。私たちが来た時はあったのに。人形少女祭壇の話は昔の学校新聞にもあったという。場所ここじゃないんじゃない。なるほど。真の時計塔的場所があるのでは。真の時計塔的場所か。なんか坂本先生のメモの最後になんか本殿でどうのこうの。本殿だったね。あの本殿なんじゃない。サンキュー。何このハラッシュ。まあ、やっぱ時計塔には落ちてないとね。まあじゃあ帰っか、保健室。はい。